皆さん、こんにちは。JFA アカデミー福島ゴールキーパー統括コーチの加藤芳生です。今回は、全国緊急事態宣言が解除された5月24日より、我々 JFA アカデミー福島の選手が起療しました。起療して検温並びに体調検査をした上で、再度寮に入り、そして寮内で活動をスタートしました。3日目から軽い軽運動を始めましたが、この JFA アカデミー福島のトレーニングは、JFA フィジカルフィットネス、プロジェクトのガイドラインに沿ったものであります。そして選手たちは帰省時にそれぞれ自宅で、あるいは自宅の庭等で行えるような簡単なトレーニング、ボールフィーリングであったり縄跳びであったり、そして柔軟体操、軽いキャッチング等を行っていました。週に一度ウェブミーティングをして選手たちの状況を確認していました。そして我々はここへ起療して戻った後、フェーズを5つのフェーズに分けまして、最初起療したフェーズ1マイナス1というところからスタートして、フェーズ0、これは5月26日から31日まで、3日に1回程度のトレーニング約60分をして、徐々に戻していく、そういったトレーニングを企画しました。そして6月1日よりフェーズ1として7日まで、今度は2日に1回のトレーニング、やはり約60分間、有酸素系の運動をしながら、低強度の運動ということで開始しました。ゴールキーパーに、のトレーニングとしては、パス&コントロールや、ゆっくりとした速度でのジョギング、あるいはハンドリングテクニック、そしてローリングダウンと徐々に、トレーニングを進めています。このあとフェーズ2、6月8日から、学校に再登校を始めますが、そこからフェーズ2として、さらに中強度の運動へと移行していく予定です。そして、途中よりチームへの合流、シュート練習等に入るということに関しましては、ゴールキーパーがそのリアクションに対するプレー、ダイビングやあるいは反射反応的なトレーニング、そして、目線を合わせる、瞬間視あるいは紳士力といった遠近感というものを高めて、チームのトレーニングに合流させる、そういったプランで、進めています。一つ我々のトレーニングを、参考にしながら、皆さんの方もぜひ通常トレーニングへの戻していく対策としていただけたらというふうに思います。今後ともよろしくお願いいたします。